ポートランド州立大学、ポートランド州立大学、ポートランド州立大学は、アメリカ合衆国オレゴン州ポートランドにある州立大学。オレゴン州で最大の学生数が在籍するとともに、同州最大のビジネススクール、大学院を有する。オレゴン州では、唯一主要都市部に位置する州立大学である。オレゴン大学システムの構成大学である。 現在の暫定学長であるマイケル・リアドンは、これまでに同学で数々の管理職を歴任し、2007年6月にロースクールアドミッションカウンシルの社長に就任したダニエル・オーバーンスタイン前長の大役に就任した。1946年、第二次世界大戦の退役軍人を対象とする高等教育機関の需要が高まったのを受けて、バンポート。 エクステンションセンター、バンポートエクステンション、センターとして創立。1948年に、ポートランドを襲ったバンポート洪水に耐えて、平行を拒んだため、不滅の大学の名が知れ渡った。1952年、ポートランド市街地に移転し、南西ブロードウェイ通りの林間高等学校が、所有するも空き家だった建物を使い始めた。1955年、 ポートランド州立大学、ポルトランドステートカレッジに改称し、4年生の学位、授与機関へ成長したことを強調した。その後の20年間、同州の他の州立大学で提供中のプログラムを新たに提供してはならないと定める法令により、ポートランド州立大学の発展は制限されることになる。オレゴン大学とオレンゴン州立大学は同法の適用から除外された。 1961年に大学院、家庭、1968年には博士課程が設置された。1969年、オレゴン州高等教育委員会の認定を受け、カレッジがユニバーシティに置き換わったポートランド州立大学、ポルトランドステートユニバーシティに改称1994年、従来の学部課程の教育方針を撤廃し、 ユニバーシティ・スタディーズと呼ばれる新しい学際的な一般教育プログラムを採用した。このプログラムは学内外民権で議論を呼び起こしているが、その是非はともかくアメリカ規模でポートランド州立大学を知らしめている理由の一つになっている。US ニュースワールドレポート紙はユニバーシティ・スタディーズをプログラムツールック4の一つに加えている。2003年、 黒人研究、ブラック・スタディーズの学位授与が承認された。また同年、新築の建物にアメリカ先住民研究の支援センターを設置した。ポートランド州立大学の人種構成の90%以上は白人が占めているが、より多様な人種構成を促進している。2004年、ホラボー・スマセ・博士は、マシア財団を通じて、 800万ドルを工学情報工学部、カレッジオブエンジニアリングコンピューターサイエンスに寄付した。これは当時、ポートランド州立大学への単独の寄付としては最大のものであった。これを受けて、同学部は、マセ工学情報工学部、マセカレッジオブエンジニアリングコンピューターサイエンスに解消した。2004年5月、オレゴン健康科学大学、オースト、 共同で米国発となるバイオメディカルインフォマティクスのプログラムを設置した。2005年初頭、ミッチグリーンディック州議会議員と共同スポンサーは、ポートランド州立大学とオレゴン、健康科学大学を合併させる法案をオレゴン州会議に提出した。同法案は、両大学の学長をはじめとする多くの反対を呼び、結局廃案に返した。2006年5月、 マイクロソフト最高経営責任者のスティーブ・バルマーが、ポートランド州立大学の工学部の新建築物、ノースウェストセンターフォーエンジニアリング、サイエンステクノロジーの開館式典を支援した。この新建築物は、数における工学、科学技術分野の重点化の中枢を成し、マセ工学情報工学部を活性化することにより、研究資金の推進、一流の教員の確保、 産学協力の拡大などを目的とするものである。また、13万平方フィートの面積に、教室やオフィス41の研究室を構えており、それらは、環境上持続可能な設計によっている。2007年3月、グリーンリッチ議員は、法案 HB3034 を提出し、ポートランド州立大学を、 オレゴン大学システムから除名させるとともに管理権をオレゴン健康科学大学と同化させ、ポートランド都市大学委員会、ポルトランドメトロポリタンウナバーシティスボードを設置することを提案した。3月19日に校長会が開かれたが、ポートランド州立大学とオレゴン健康科学大学の代表陣はこの提案に反対した。現在、ポートランド州立大学は、 オレゴン大学システム最大の大学として急速に成長している。プリンストンレビュー誌はベスト・イン・ザ・ウエストの一つにポートランド州立大学を挙げカレッジ・オブ・コンシエンスと称している。開学当初の伝統的な教養大学から米国を代表する研究大学へと成長を進めるとともに多くの分野において博士課程の需要が高まり次々と 博士課程のプログラムが設置されている。近年では、数学、生物学、科学、情報工学、応用心理学、技術経営、社会学の博士課程が追加された。最近、US ニュースワールドレポートは、ポートランド州立大学を、第2グループ、セカンドティアの研究大学として評価した。ポートランド州立大学の経営学部、 スクールオブビジネスアドミニストレーションはアメリカ国内で広く認められておりアスペンインスティチュートセンターフォービジネスエデュケーションの各年ランキングアスペンインスティチュートセンターフォービジネスエデュケーションにおいて世界22位の評価を受けた2007から2008この調査は社会問題や環境問題を経営学のカリキュラムや研究に統合した刷新的な MA プログラムに焦点を当てている 同経営学部は、プリンストンレビューのベスト143ビジネス、スクールズに掲載されるなど、他の調査でも高い評価を得ている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。